ビシビシピキンで押す。なんてこと言うんだ。4人で十分ですよと。いやいや、やりすぎよ。なんで。こんにちは。こんにちは。ソーチャンネルです。ソー太郎です。マンペです。おもちです。ゲストです。はいはい。というわけで、はい、恒例の、はい、劇レンジャーを一緒に見ようの企画です。よ、前回ね、はい、17話、はい、ゴーニーさんが正式に劇レンジャーに加入して、そうで、あ、いい話だったなと思ったら、最後の最後に、うん、視察犬くんが登場しました。出ました。というわけで、今回は第28話、はい、犬くんの初登場回っていうんですかね。そうだね、ちゃんとした初登場回、うん、一緒に見ていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけで、321の1で再生ボタンを押しますんで、はい、皆さんもよろしくお願いします。はい、さあいきますよ。はい、321、始まった。いい。あ、お父さん。あ、妹の幸子、幸子ちゃん。てやんで、職人ですから。職人だね。一気にテイスト変わるよね。スクラッチとかさ、未来じゃなんね、すごい下町の工場。そう、でもスクラッチの関連会社ですから。そう、スクラッチマイスターズ。幸子、工場長がエレハン金峰。全部説明してくれた今。全部説明。ってくるんですよ。さあ、5人目の仲間ですよ。なんてこと言うんだ。4人で十分ですよと。まったく全員思ってます。で、父だろ、大吉だろ。今日だよ。ランが今日やね。大吉やで。これ今度こそオープニング変わったんじゃないですか。確かに、これちょっとどうなってるかだよね。これで変わってなかったらもう兄さんがね、うん、電話してますよ、もう多分東映に、東映さんに。さあ、オープニングかっこいいですね、相変わらず。でもこれ変わってるとしたら、この変身体アクションの中ですでにあると思うんだよね、うん。ない、もしかして。わかんない。でもないんじゃない、そうちゃんは。まだないのかな。見せないんじゃない、ここで。まあそっか、そうだよ。多分まだ俺ここ出てないと思う。激レッド、激イエローを。兄さんは出てなきゃおかしいよね。ねえ、もう正式にね、出てなかったらやばいよ。あ、うわ、出た。いる、いるよ。出た。ってことは、視察もいた。いるんだ。先に見しちゃったんだね。見しちゃうんだね。だから当時の劇レンジャー見てる子たちは、うん、うわーみたいな。そうだよね、あれ先週の最後にいた人みたいな。でもまあ先週の予告でもまあ出てますけどね。まあ、ロン様、まあ、ロン様もこれで出てたっけ。まあ出てない、さっきいなかったよね、多分ね。こっからじゃあ追加メンバーの我々が、ね、あ、来た、あ、戦ってる、戦ってる。ここかっこいいんだよな、剣聖と一緒に。ザッと、いいよな、何回聴いて。やっぱいいよね。中澤監督ですよ。ビシビシピキンで押す。全然違うじゃないですか、題名。伝説の戦士がとかじゃない。いよいよ、いよいよ登場。マク様の座り方よ、もう。王様よ、王様。怒ってるよ、ラゲクが。
の様、うん、リオは桃源郷、あ、違う、十元郷に向かってんだよね、うん、リオ様不在ってことだね、うん、ぎっくりむちゃくちゃ怒ってんじゃん、ね、まだ早い。メンチカツよ、来たよメンチカツ、来るね最後の一枚。ジャンも、ジャンも好きなんだ、うん、お金あんのジャン、ね、ちゃんと持ってる、持ってるよちゃんと、あは50円、横取りから入った。釣りはいらないんですよ。いやいやいや、ずーずーし、あ、じゃあ怒るよこれは。あ、初登場、いやそうですよ、お子ちゃまが食うもんじゃないとおっしゃってます。おっと、顔芸対決、うん懐かしい。これね、ちょっとあのどうだったのこれ、は緊張してんのこれ。でもこれ初めてジャンと一緒にお芝居をしてるから、うんうん、まあ緊張してるし、多分この衣装のチャックの締めるところもまだ定まってないね、うん、今のはどうなの、ちょっと開きすぎだね、開きすぎ、うん、うん、待て兄さん、兄さん来た、兄さん着地が好き、かっこいいよね、2話でしょこいつ、うん、怖、むちゃくちゃデザイン怖いよね、口の中に口があるやん、うん、下駄強いんだよねこいつ、強い、ああ、回っちゃって、兄さんが、ああ、レッツいった、来たよテクニックで、落ち着いて見せてテクニック見せて、ああ、うー、やられっぱなしやな、気持ちいい、硬いんだよね確か、うん、じゃあ来た、じゃあ来たよ、メンチカツ持ってる、メンチカツ持ってるいや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 、やりすぎよなんでデコトラ危ない危ない危ない、多分このメンチカツを持ってかれちゃって、うん、追いかけないといけない時に、うん、貸してくれたのがたまたまデコトラの人だったんだろうね引こうとしてる、もしかしてヒーローとして、完全に激ブルー含め引きに行きましたね、今引きに来てるよね、来た、開けて、おお、ああ、あ、剣が食べるんだ、だってさ俺が買ってるからね、あのメンチ、まあ、そうだけどジャンが買おうとしてたのを取ったんだから、引かれてないんだから、結果オーライタイプですね、初登場で引こうとして登場、全部いった全部いったよ、全部食った、そうでございます、いい笑顔じゃないですか、緊張してるね、緊張があるね緊張が見えましたよ、緊張してるね、え、こんなシーンあったっけ、あるよ、ケンの実家、実家実家、実家が工場なのよね、ちょっとね、帰ってくるのが遅かったんだよね、緊張してるね
潔いよね、うん、あ、壊れたの壊れた、大限界ここから、あ蹴ったね、強い、使い方が遠慮しすぎでしょ。それはね、やっぱ遠慮しちゃうよね。遠慮しちゃう。そんなこの前まで狼だったくせに。なんてこと言うんだお前。ランマでもが。ランちゃんのこんな表情初めて見たよ。知りたくもないって兄さんの言葉が冷たすぎるんだよ。冷たいね。知らないし知りたくもない。ミキさんにあって言ったよ痩せてるね。いやそうだね。そんなん波紋にされそうになってたんだね。お、これでねチャンスをくれるんですよね。うーん、楽勝です。触るんじゃないよマスターの前で。楽勝ですよ。マスターの前でちょりちょりするなよ。でもこの動きをねちゃんと、うん、ね、確かにあの変身体でもやってるんですよ。つなげて、そうちゃんが考えたのこれ。もちろん、もちろん。あ、ああ、お、特殊な動き、うん、怖い。なんかこのシーンでズッキーがすごくこう演じたみたいな、うん、こうロン様の、うんうんうん、なんかそのことを現場ですごい兄さんと話してたかな、うん、覚えて。そうだね、言ってなかった。このズッキーも兄さんもこのロンを演じてるんだもんね、うんうん、これ取材だったかな、なんかね、すごい話してたの覚えてるな。うん、どう面白かったみたいな。まあでも楽しいよね、その、うん、違うのを自分の姿でやるってのも、うん、煽ってる ね。でこれさっきシャーフに一人でも認めさせたら合格だみたいな感じだったじゃん、うん、本当はあれだよね、レッツとかゴーとかランにそれぞれ認めにもらいに行くとこがあったんだよね、うん、あ、そうなんだ。そう、そあったじゃん。それをなんかあれだっけ、あったんだけどちょっと尺の都合でなくなっちゃって、うん、まあ、いきなりジャンに今言ってるんだけど、メンチカツ大量に、これね、全部本物なんで。あ、そうなの。油染みがすごいんですよ、ね、あ、本物なのこれ、うん、うまそう。なんでメンチカツが好きなの。やっぱ男らしいからじゃないですか。うん、確かに。怒っちゃダメだよ。いや怒りますよそれはね。ダメだね。普通の劇しか使えないんですよ僕。ダメだよ。まあそれはそうですよ。なんであんなに安定してんのメンチカツ。すごい安定感だねメンチ。これね、すっごい技術使ってるんですよ僕たち。そうなの。メンチがこぼれないように激しい動きをしながらもやってんだ。あ、サチコ。
山幸子そうなんですよ、劇場券大好きなんです。ああ、怒った妹に怒鳴っちゃいけませんよね、うん、青春だね。怒るよ。あっピンタ貼られた。うん、そうなの。ああ、妹を泣かしてしまったと思ったら妹が大ピンチ。おっと出ました。あ、チェンジャーがなくてもできるの。僕はあの劇を固めることができるんですめちゃくちゃかっこいいよ。やっぱね、僕にしかできない技ですから。天才なんだ。才能の選手なんで私。この見た目でこの感じで天才って一番かっこいいやつや。もうここから大活躍ですよ。ここから始まるね、剣のストーリー。そうですよ。なんか思ってたよりひげ薄いな、うん、ねえ、もっとボーボーだってイメージが。ねえ、多分ね、だんだんボーボーになってたんだと思う。胸毛もそんな目立たないね。ねえ、お父さんもね、本当は応援してくれてるんです、うん、戦ってんだよな。戦ってんですよ、お三人は。あのカットになったとこも見たかったな、うん、俺見てみたかった。それ君たちがね、こうゴーの似顔絵を描いてる列のとこに行ってひげを描き足したり、ランニングしてるランちゃんのとこに行って声かけて、なんかディスられたり。兄さんは？兄さんはその似顔絵の時よ。ああ、なんて言ってた俺、ひげ描いて調子に乗るなよみたいなそんなこと言ってないかはい、来たよ。変身だ、ここで来るよ。初変身？うん、サイブレードを出して。なんか俺が思ってた変身と違う。なんで？もっと手数あると思ってた、うん、いやでも多いよ、手数。描いて、己の未来を切り開く。これだな、ちょっと。アメージングアビリティ。劇場パワー！来た。来た！白ってかっこいいね。空手モチーフなんだよ。うん、うん、ええ。さあ。倒したの？やっちゃうよ。いいね。こういうことできます。かっけー。こういうのないからね。劇レンジャーにいなかった銃の要素みたいなとこね、うん、やらせていただきました、うん、めちゃくちゃかっこいいじゃん。あら、あ、これからがハイライトだぜ。多分ちょっとね、電王を意識してる。なんかここからがクライマックスだみたいな決め台詞向こうにあったんだよね。兄さんが説明してくれてる。全部説明した兄さん、うん、このね、ライノセラス剣っていうのが、うん、劇銃剣を作った人、最初に、うんうん、が使ってた剣法なんですよね。へ、
おそうちゃんのやつがもう初めてできた、まあ、流派の一番最初のやつなのかな、うん、超年年団硬い2話も、うん、貫いちゃう言ってたよ貫いた変形するんです、うん、めちゃくちゃかっこいいやん岩も真っ二つです、ね、どうですかかっこいい水も割れますどんだけ技あんのマジでいや結構ありますよ、年々弾かっけやっぱね初登場だからね、うん、おっすそんな感じですよ私の初登場かっこいいないいねなんかいいねいいすごくかっこいい、うん、リオ様ずっと濡れてるじゃん、うん、マスターも濡れちゃうよねロン様でしたとね、うんこれさ初スクラッチ初スクラッチ多分初スクラッチが初撮影だった気がする、うん、認めてくれたよ、うん、兄さんが俺の最初のキャラ持ってっちゃうんだよなうまいよね。入ったばっかの感じじゃないの。ドッキドキだよ、この日。うん、ちゃんとなんか必殺剣キャラクターがあるっていうか。でも結構ね、やりやすかったのはある。ということでね、操縦筒はどこに行ったんだっていうところで終わりました。なるほどね、操縦筒がないと。ええ最後の顔がやべえって顔してたもんねどこやったんだと分かりやすい感じでね、うん、いやいい写真、うん、いやでもいいな視察系のなんか兄さんの登場からのそうちゃんの登場じゃん、うん、全然違うねやっぱ雰囲気がそうだねやっぱねそうちゃんはやっぱちょっとコメディ系のコメディ要素で明るい感じで出てくるから、うんうんうんゴーの時はね、やっぱこの列との再会とか、うん、狼になってしまってることとかそうそうそうシリアスな部分が多かったから視察権はもうすごい明るい登場だからいいね、うんうんうん、でもやっぱ自分で見ると恥ずかしいね、うん、十何年経ってから、うん、フレッシュだねやっぱ笑ってる表情で緊張しとったなそうだね、うん、それするわなもう出来上がった出来上がった輪の中にさ入るわけだもんねで兄さんはさ追加選手オーディションで一緒だったから、うん、まだあれだけどその兄さんももうすでに何ヶ月もの撮影を経て仲間になって、うんうん、ここになるのそうだ予告ね列と2人の会でもやっぱこれきっかけでちょっとそうだね仲深まったよね、うん、深まったそれまでなんか、うんアンペが追加戦士いらないですよ派だったけど次のね29話で
旧世紀でしたね。いらないと俺一切言ってないから、ね、なんかみんないらないって言ってたんで。そう、次に まさかのレッツとの。レッツとの。なんかジャンとかっぽいじゃん。なんかジャンはね、もっと後だったんだよね。そうだ、うん。まずレッツと。レッツと横浜だったよね、あれね。横浜中華街でね、とかでね。いや、というわけで28話終わりました、はい、終わりましたね、久津堅、ネキチョッパー登場ということで、うん、どうでした。いやなんて懐かしさとちょっとした恥ずかしさと、なんていうんだろう、でもやっぱネキチョッパーのフォルム僕大好きなんで、かっこいいなって思うのと、もういろんな感情で難しいね、コメントをするのが見ながらね、恥ずかしさもあるし、うん、でもなんか初登場にしてはうまいよね、もう剣だよね、まあありがたい、ありがたいです、ね、もう全然全然見れるよ、うん、と下手だなとか言おうかなと思ってたけど、うん、ちゃんと剣だね、もう、うんと、うん、もう印象残るし、でも一生懸命でしたね、うん、もうとにかく髪もロン毛だと思ってたけど、そこまでロングでもないんだね、うん、長いけどヒゲもなんかそん今より薄いね、だいぶ濃くなったね、今濃くなりましたね、はい、胸毛あんの、胸毛はこの時の3倍はあるあるやっぱだからもう久津堅とともに安田壮太郎も成長してんだね。成長したんですよ、ね、顔も体も。何年前ですか。15年前ですよ。15年だった。いやいいね、フレッシュだったね、うん、ね。というわけでご視聴いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、これからもね、リキレンジャー東映さんの公式 YouTube で、うん、ずっと配信されていきますので、最終話まで、ね、ぜひこの後も追っかけて楽しんでいただけたら幸いです。ぜひ見てください。お願いします。そのチャンネルもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。